こんにちは、青ライトです。ファイナルファンタジー G バイク、あ、間違った、ファイナルファンタジー7 G バイク実況続きやっていきたいと思います。前回はなんだっけ、なんか倒した、あ、ボムですね、ボム倒しましたっていう感じの動画で終わってます。今回はあれです、イフリート討伐戦が始まっているのでやっていきたいと思います。ちなみに12月1日月曜日までなので、動画上げた日にの3日後ですね、3日後に終わっちゃう感じですね。はい、じゃあ今回ミッション選択、自分初級ずっとやってるんですけど、今回は中級で やろうかな、ドキドキ。まあ、じゃあ最初手慣らしに初級でいきたいと思います。全然こんな感じで上級中級はクリアできない感じなんだろうな、勝手にと思ってやってないですね。はい、で初級ばっかりずっとこんな感じでやってました。ってことで初級をちょっとやってみせたいと思います。準備は、まあ、装備はこれですね、フレームターン、そのイベントで手に入る武器を装備して、現状今多分自分の中で強いの武器なので、でハーディリトナーでいきたいと思います。それではスタート。まああっち行くんでティファーは選びます。中級でね使いたいのでいいかな。はい、ということでイフリートからのクラウドです。はい、ちなみにクラウドの持ってる武器はブレイムタンということで、バハムートから取れるイベント限定の武器ですね。で、バハムートの攻撃パターン、最初は上から来ます。上からじゃないね、ジャンプしろっていうこうね指示が来るのでジャンプします。で、手からのベリーザウで攻撃してからの、まあこれ初級なんでね、結構発見ないです、3分くらいで終わるんじゃない。で、下で余計2-2ので、また来ますので、来るのでそこをブリザードを、まあ、連発するという感じで、てか自分エアロとかっていうマテリアもあるんですけど、それ使ったことないんですよ。エアロとケアルとあるんですけど、一回も使ったことなくて、これの強化合成とかの使ったもまだまだわからないまんまやってるので、すごい何ていうんですか、初心者みたいな、本当に G バイクのなんかやってるのだけを楽しんでるみたいな感じなんで、本当になんでこんな感じで全然初級なんですよね。はい、ということでリミットブレイクデオレインです。バハムト戦と一緒ですね。はい、ということでこれでまあイフリートのレベル5、まあ初級ですね、こんな感じであっけなく倒せます。はい、ということで無事クリアしました。相変わらずクラウドの剣さばきはかっこいいです。そしてこのフレームターン、なんだか唯一な格好ですよね。すごい良そうな。相手が強ければ俺はさらに強くなるだけだ。はい、じゃあ次強いので行くんで楽しみにしてて、クラウド、あんたに強い敵を要求するんで。はい、ってことで行きますよ、ゴールドラッシュ。はい、ってことで 100% 溜まりました。狙うはこのおすすめのよくわかんない鉄板みたいなやつ、いくよ、せーの、はい、おー、見事に1個前でクリア悔しい、欲しかった。まあ手に入れる、入れれるって入れれるんですけど、まあね、我慢しますよ、こういう時は。我慢してたらね、集まらないって素材がね。はい、っていうことで戻ってきました。次は中級やってみたいと思います。そうなんですよね、ちなみに星一覧、あ、こんな感じみたいです。まだこれ手に入ってないんだ。はい、ということでやってみます。エネミー情報も見れるイフリート15、弱点は氷です、ブリザードですね。で、 HP が14万、硬い、いきますよ。さっきと同じ装備です、ティファーを入れてドン。ちなみにこれってレベルアップするのかな、使っていけば。わかんないですね、使ったことないんであんまり。はい、ということでイフリートからな、てかイフリート燃えてる音がする。はい、クラウドかっこいい。はい、じゃあいきますよ。毎回クラウドかっこいいって言ってる気がするが、まあ気にしない、
そして攻撃パターンはほぼ一緒っていうか一緒なんで、ダメージを極力食らわないようにする。それがこの集中の自分のモットーです。ちなみにこんな感じで硬いです。あ、外した。攻撃パターンはダー、食らった。タイミング悪かった。せっかくちょっと遅かったかな。で、まあこんな感じでね、サクサクとやっていきますよ。イフリートほんと硬いんだよね、イフリート。よいしょ。これタイミングがちょっとでも早く早いと本当にダメージ判定になっちゃう。すごいシビアですこれ。だから自分結構嫌いじゃないですけど、あのやりにくいと思いながら戦ってます。特にイフリートはね、あのよいしょ、これで OK です。ほらえ、あ、来た地獄の火炎だが、あ、ちなみにね、この地獄の火炎がねひどいんですよ。見てください、この2パターン攻撃。あ、訪れする、ごめんなさい。この2パターン攻撃が大嫌いで、あのボム戦の時もそうですけど、2パターン攻撃ほんと大嫌いなんですよ。ダメージ食らうから。けどそれをどう乗り越えていくかっていうのが、まあ、ミソなんですけどね、この動画。はい、ということでリミットブレーキいきますよ。メテオレイン。ちなみに自分の大好きな技は強切りです。リミットブレークでいうとクラウドでもね、まあ、あの他にもいろいろあるんですけど、やっぱね強切りが一番かっこいいなと思います。はい、ということでギリギリと、あ、違う、ファイナルヘブンが来るから多分勝った。行くよ、ファイナルヘブン、ゴチューアウェイ。よし、勝ったっていう感じで、ディファイルとね、だいぶストーリーが楽です。はい、ということでクリアしました。どうだった、クラウド、なんかコメント言うのかな。相手が強ければ、え、俺はさらに強くなるだけだ。ミッション評価 C なのにまだ強さを求めるんですか。さすが、さすがだ。お、レベルアップした。え、もうちょっとやりたかった。はい、ということでクリアしました。ゴールドラッシュできるのかな。あ、できないよね、やっぱあの赤いやつ欲しい。赤いやつ、赤いやつがね、多分目が回るぞ、目が回るぞ。よいしょ、あー止まんね、うっそー。拾っちゃおうかな、拾っちゃおうかな、拾っちゃいます。はい、受け取ります、ドン。ちなみにこうやって全部消費することで隣のボーナスも手に入れることができます。ただ全部100ってわけじゃないです。遠くなれば遠くなるほど 楽じゃない、ジェムが高くなっちゃいますんで、まあね、どうなることやらって感じです。はい、ということで、いつもなんかあれですね、 G バイク短いですが、こんな感じでゲットしました。フレームタン、そうなんですね、最大マテリア3つっていうことで、現状一番多いスロットです。はい、ということで自分はこれをどんどんやっていきたいと思います、今度から。で、まあこんな感じで何体倒すとこういうの手に入りますよっていうのもあるんで、ちょっと初級で全部手に入れてみようかな、勝手に思ってます。はい、ということで今回はこのね、フレームタンをゲットせよ、怒れる炎の魔人イフリート討伐戦の動画でした。ということで、アオライトでした。またねー、バイバイ。